れ様です。お疲れ様。ちょっとクイズらしいですか。クイズ？はい。何？これから、うん、出すもの、ミュージックアンサーにお見せするものの、うん、ある共通点があるんですよ。安全ピン。安全ピン。はい。続いて、これはコーラの缶のやつ。コカコーラ。コカコーラ。二つ出ましたけど、共通点。まだわかんないですよね。これですよ。モーテル。車で入るモーテル。モーテルってよく海外のアメリカの映画とかに出てくるよね。わかんないよ。余計わかんなくなるかもしれないですけど。モーテル。これ見覚えありますか。これあるよ。これはあるよ。これはだってあのユーザー車検に行ったもん一緒に。そうですね。僕の車です、ね。はい。スカイライン。その共通点を次出しますか。はい。これあるじゃないですか。桑の木にも。はい。これポリバケツ。これはまあうちでは雨漏りで使ってます。いや使ってねえよ。これ掃除したり雑巾洗ったりとか。水色のね、うん、バケツって言ったらポリバケツです、ね、ポリバケツですね。それも共通点があるんですよね。ちょっと待てよ。え、次行きますね、うん、これ5000円札だよね。それも共通点あるんですよね。これ共通点あるの。スカイラインとポリバケツと5000円札の共通点。うん、これはもうちょっとねまだわからない。ちょっと大体なんとなくは分からない。分かってきました。じゃあ、うん、最後に大ヒント。はい、これどうですか。じゃあこれも共通点あるんです。ちょっと待って、これどっかで見た人かな。この人知ってるよ。知ます。うん、あ、共通点。共通点があるんですよ、ポリバケツと。これは、はい、昭和32年生まれなんですよ、はい、1957年。はい、おそれしかないと思うんだよ。おということは1957年に、はい、なんかこういうのができた。正解です。マジか。これ全て、うん、あの共通点は1957年。一個一個解説していきますね。うん、うん、はい。まずポリバケツ。はい、ポリバケツが1957年に初めて生産されたんです。ちょっと待って、本当に。はい、1957年に五千円札が誕生した。その時は、うん、聖徳太子だったんです。だよ、そうだよ。だこれを見るからは分かんなくなっちゃうんだ。それまでには一番高いお札は、うん、日本では千円札だったんです。ああ、そうかもしんない。そうかもしんない。日産スカイライン、うん、スカイラインの初代が誕生したのが1957年なんです。本当に。はい、その時は、うん、プリンススカイラインっていう。へえ、そうか、はい、そうか。これモーテル。モーテル。これはアメリカではもうかなり昔からあったらしいんですけど、うん、日本国内で1957年に熱海で第一号が、うん、そういうことか。はい、そういうことね。そう、うんうん、コカ・コーラですね。これも歴史は古いんですけど、うん、日本で初めて発売され、日本に日本コカ・コーラ株式会社で設立されたのは1957。そうなんだ。はい、俺ちっちゃい時に、まあ、父親がバンドマンだったから家にコーラをもらってきたもん。あの、要するに米軍キャンプ基地とかで働いてたから、うん、演奏 で安全ピン。安全ピンも、はい、安全ピンも発明したのは海外の人なんですけど、うんうん、日本で初めて安全ピンが発売された、生産されたのが1956。そういうことか。はい、そんでこれがこれが翌と前の年に制作にかかってそうですね、1957年に出来上がったと、着工されて。はい、そういうことなんだ。1956っていう、うん、共通点があったんですけど、うんうんうん、なんでこんなことをしてるかって、ごめんなさい、もう一個あるんです、共通点が。実はもう終わりだと思いましたよね。当たったと思う。これ見てください。はい、あれ
これ週刊ルーゼ。週刊ですね。はい、はい、見せてもらっていいですか。はい。この人乗ってるやつですね。これこの間取材しましたよ。はい。うんうん。週刊女性さんも195そうだよ65歳。65歳、今年俺4月で65だから65周年同い年っていうことで、うん、この号はもちろんなんですけど、まだ発売してないですけど、うん、これ決まってないですけど、なんと2つの取材を。そうだ、そうなんですよね。3月29日発売の号に、うん、志村さんの命日が近かったんで思い出を語っています。インターネットの週刊女性プライムっていうサイトがあるんです。そこでも同じ記事が読めますんで、あとね、はい、バックナンバーでも頼みますから。そうですね、はい、週刊女性と僕は東京タワーの一つお兄さんです。そうですね、はい。